こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、究極にコスパのいいお店をめぐって、そのコスパの良さに簡単の声を漏らそうのコーナーでございまして、本日は横浜は高島町の駅の方に来ております。横浜駅からも高島町の駅からもどっちからでも歩いて行けることは行けるそうなんですけどもね、初めて行く方はなかなかそのお店の場所を見つけることができないような場所にあるとのことでございまして、そういったプロフィールもまたね、知る人と知るお店感があってめちゃくちゃワクワクしますよね。なんかマップではこっちの方にあるって書いてあるんですけども、本当に路地裏ですよね。あれ、こののれん、あ、違うかな、丸宇商店さんというお店の名前なんですけども、ここじゃないのかな。あ、ここだ。あ、いいロケーション、いい、これはいい、もういい、もう映えてる。あそこに電車が通ってる下のお店。とにかくこちらの丸商店さんはお刺身のコスパが究極を超えた究極とのことでございまして、今日はこちらで最強のお刺身定食というのを完成させて食べてみたいと思います。さあ、というわけで今着席することに成功したんですけども、お通しが出されましてメニューも登場しましたね。でとりあえず一品のものが書かれているんですけども、丸うの2色のポテトサラダとかね、横須賀地野菜揚げ浸しとか、横須賀焼きネギおひたしとか、横須賀系の横須賀が結構ありまして、丸うの地魚ユッケとか、やっぱお魚がズドズドズドとあるんですけれども、こんな中でやっぱお刺身、当店自慢どっさり盛りというものがありまして、このどっさり盛り1980円、かっこ2178円のものが今回の狙い目でございます。でもちろん他にもいろんなメニュー、仲良しのあなたたちはお二人様盛りとか、これがお二人様盛りって言ってるのに1000円でいただけるんです。でこの写真何やばくない、これイメージって書かれてますけども、これはどれのイメージなのかまだ書かれてませんけれども、で今が旬のメニューとか、地物、三崎マグロカマとか、厚切りマグロテール煮とか、本日の焼き物とかありますねと、揚げ物もいろいろあるんですけれども、ご飯セットを合わせてみたいと思います。どっさり盛りとご飯セット、そしてウーロン茶をお願いします。はい、はい、うわいただきます。魚なんですけど、一番最初がアジですね。アジ、これがアジ、はい、はい、隣がシイラ、はい、真ん中の段がトビウオのたたきと、はい、はい、ミサキのマグロ、はい、でタチウオ、はい、下もマグロなんですけどメジマグロです。はい、はい、で、サワラの炙り、はい、マダイ、はい、でカンパチです。いただきます。すごいですねちょっと待って待って、いや、どっさり盛りよ、いやいやいや、はい、あ、ご飯セットも、はい、いただきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。いただきます。まずこちらがあら汁になるそうでございまして、お漬物もセットでついてきておりまして、ご飯もボリューム感満点でとんでもない、これはとんでもないの出てきちゃった。そしてカンパチがちょっともうはみ出してます。とんでもないお刺身定食完成です。これナンバーワンでしょう、どう考えても。ボリューム、いただきます。食べる前からもう最強だよね。で、あー、ほんとに入ってる。あ、それはそうか、あら汁って言ってましたからね。ほんとにふんだん、うまうまうま、お野菜もこれでもかっていうぐらいトロトロに
煮込まれ、うまハイパーエキスだ、うん、この粗汁だけで本当はご飯全部いけちゃうやつ、そのくらい出てる、いろんなものが。ではファースト味で行かせてもらいますけれども、うまそう、うわー、はーい、あ、うまい、叫びそうだよ、うますぎて、やばいよ、我慢したよ今、叫んじゃうの。もう店内も他のお客さんもいますから叫ばなかったですけども、危ないよ、鮮味がすごい、とんでもない新鮮味で、種類がおそらく9種類かな。シイラも行ってみましょうかね。うわー、すごい、すごい、ほら色もめちゃめちゃ綺麗、あ、うん、最高です。ハマチとかね、スズキみたいな感じ、似てるような感じでございまして、とにかく旨味が豊か。そしてトビウオのたたきなんですけども、もうだからさ、普段お刺身とかを食べようと思ってもなかなか食べる機会がない、そんなメニューも入ってきてくれてるのが嬉しいよね。うますぎるし、やっぱりさばき方がいいおかげなんですかね、全お刺身がプリコリと生き生きしてるんですよ。うん、そして来ました、三崎のマグロでございます。マグロはやっぱりね、ど真ん中にいましたね、センター、味の前田敦子さん。まったり濃厚でご飯ともよく合う、なんだこれマグロって、うん、お通しもねごま油が効いててすごい美味しいですね。でタチウオ行きましょうかね。うわー、だこれもだから普段なかなかね食べる機会がないシリーズなんですけども、一体どんな味わいなのか。あ、上品でさっぱりしてる感じもあるんですけども、食感はねまったり濃厚で旨味が下に残る、タチウオはやっぱりね刺身で食べるのが最強説今出ました、多分もう合ってると思います、最高。そして第2のマグロことメジマグロ行ってみたいと思うんですけども、このメジマグロっていうのはね3歳以下のクロマグロの幼魚ですね。こちらどんな味わいなのかちょっと食べてみましょうか。あ、うまい、うまいじゃないの、あのね、とにかくなんか柔らかい食感の感じがしまして、旨味に関しましてやっぱりね三崎のマグロにはかなわない部分があるんですけれども、上品でしつこさがない旨味とも言えます。いや、美味しいです。うん、それではサワラの炙りも行ってみましょうね。本当に種類が多い、改めて。あ、うーん、やっぱりさっぱり淡白な味わいで、臭みなんかもねサワラですから全然ないですけども、食感はちょっとねにっとりした感じもあって、それが癖になるんだよね。うまい。それではマダイも行ってみましょうかね。色がとにかく綺麗よね、このピンクと白のコラボレーション。これもコリコリ食感たまんないね、舌が楽しい。で全部のお刺身がもうさっきも言いましたようにプリコリっとしてるんですけども、それぞれプリコリの中でも細かな草分けがあるから、そこも食べ比べていけるのが楽しいよね。ではラストの一品、カンパチです。いやもうこれ間違いないよ、大好き。いやこれさ、お店で食べる方がスーパーで買うより安いってどういう現象？うん、これも食感コリコリだね、コルッとした感じで、マネと比べたらだいぶね甘みが強いと思います。美味しいな。そしてこのお刺身定食のツマの量半端じゃないから、
とんでもないマットレスよ。だいぶ食べてはいるんですけども、すごい量だよね。で、僕ね、ずっとね、マットレス、柔らかいのを使ってまして、それをね、使い続けていたら、腰が痛くなっちゃったんですよ。なので最近ね、硬いのに買い替えたんですけれども、硬いのにしたらさ、体が沈まないからってことなんでしょうね。枕がね、これまで使ってたのが、低く感じちゃって、首が痛くなってきて、今度は腰は治ったんですけども、首が痛いなってなって、うわー、やだなって思って、厚みがある枕に変えたんですよ。そしたら今度は、首が治ったんですけども、腰がまた痛くなってきちゃって、これって永久ループするもんなの？もうどうしていいか分からなくなってきちゃったんですけども。うまい。はい、ごちそうさまでした。それブルーキュラソー入れて青くしたとんでもない量でした。やばいね。安いしサービスも良すぎ。というわけで丸牛商店さん煮て食べてまいりましたが、まあすごい盛り具合でしたよね。居酒屋さんとかに行ってさ、お刺身食べたいななんて思ってお刺身盛り合わせ注文しても、まあ思ったような量は来ないじゃないですか。足りないなとか、足りない割に高いなとか思うこといっぱいありますよね。そんな中でこのオルナンでこのボリューム、これさ何人かで来て注文して、うお、こんなにあるんだ、嬉しいを通り越して食べきれんのかなってな、心配になっちゃうくらいのボリューム感、本当に素敵でございました。おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、お餅1号さんからのコメントで、おでんの具になりたいと思ったことありませんか。ないよ。あるわけないじゃん。あんな熱々なところにドボンって放り込まれるの絶対嫌だよ。まあちょっと今日ガンモドキみたいな一番熱いの含まして、人の口の中でジュワって発散するタイプの格好になってますけれども、絶対嫌だ。まあそんな中でさ、面接とかなんかゼミとか就職の面接とかであるんですよね、こういう質問が。おでんの具に例えると、自分をね、おでんの具に例えると何だと思いますかって聞かれるやつ、めちゃくちゃ試されてる質問じゃんこれね。で、なんか模範解答はどうやら、なんていう、大根とかさ、そういうなんかメインじゃない系だけども、周りの空気を存分に吸ってその場の雰囲気を調律するような役割だと思いますみたいなことを言ったら、あ、会社に向いてますねうちの、みたいなことになるらしいんですけれども、なんかそれはそれで悔しいよね。その答え方して浮かんのが模範解答なんだとしたらさ、本当の模範解答は、自分をおでんの具に立てると何だと思いますか。腰巾着、あ、すいません、餅巾着ですが正解じゃない。味塩太郎さんからのコメントで、ツイッター見ました、審判お疲れ様でした、あの黒い服なら冠婚葬祭どの場面でもいけますよね。いけません。審判の服着て冠婚葬祭行かないでください。確かに僕ツイッターでつぶやきましたよ、審判やってましたっていうのに言いましたけれども、審判の格好でどっかのお葬式に参列したら退場させられると思う、退場って言われると思う、塩対応されると思う。哲也さんからのコメントで、カツ丼のカツを抜いてもギリバレずにいけそう。いけないよ。いけない。さすがに僕も気づく。カツ丼注文して卵丼出てきたら、さすがにあれ、あ、これ卵丼じゃない、カツ丼、あ、カツないですけど、いう見た目でわかる。食べてわかんないかもしんないけども、見た目で食べてもわかるよ。食べてもわかる。カツないじゃん。カツが楽しみで注文してんじゃんあれって。だからカツがなかったらさすがに僕もお店の人に、すいません、あ、とんかつ入ってないですけどって言うと思う。ただとんかつが薄い場合はもう言えないよね。それがこのお店のね、スタンダードなこと、やり方だと、まあね、言われたらもうしょうがないから言わない。もうめちゃめちゃ薄くて衣のが厚いみたいな、ね、衣の厚さがこんくらいあって肉こんくらいみたいな厚みだったとしても、まあお店の人ね、まあ言わない、言わないでいただくと思うよ。ただ本当にお肉がなくて衣だけだった場合、言うかどうか問題よね。ここは難しいラインよ。最近さ、うちの妻が大阪にね、ちょこちょこ行く機会があるんですよ。で、大阪に行ったら毎回お土産を買ってきてくれるんですけども、ある時にね、串カツのお菓子みたいな、串カツなんとかっていう名前のおやつでね、あ、まあ食べたらソースもかかってるし、まあ美味しいは美味しいんですけども、マジで中身ゼロなのよ。もう
揚げた衣だけで嘘でも中にちょっと何なんかお魚をすりつぶしたようなやつとかが入ってるとかでもなくて、何にもない本当にガチの衣だけなの。妻は毎回それをこう駄菓子屋さんでさ、透明のこういう赤いキャップでこう回していっぱい串状で入ってるやつなんじゃん、あのモードで買ってきてくれるんですね。で僕も食べた時に、一番最初の時にね、あ、その瞬間にもう、あ、これマジか、衣だけなんだ、衣にソースかけただけのやつなんだって思ったんだけども、妻からどう美味しいって聞かれて、これ衣だけでマジで中身なんもないんだねとかって、なんかそういうことをさ、せっかくおめえができてくれた人に言えないじゃん。だから、うん、美味しいよって言ったら、妻は僕が気に入ったのかと思って毎回それをね、まあ大人買いしてきてくれるんですけどもね。だから言うべき時は言うべきの方がいいのかなって思ったりもする。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、ダンタカダンタ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 ン、こちらディディンディディン、橋場犬苦行さんからのコメントで、達筆のお品書きですね、ハイジーさんかっこよーだからって額に入れてお持ち帰り、めじゃない、持ち帰んない、いくらねメニュー表のメニューの字が綺麗でかっこいいなと思ってもそれ持ち帰らないで、持ち帰る際にね、額縁に入れたってことはもうこう持って帰るしかないじゃん。なんて言われんの、それは。もう隠す気もないのって言われちゃわない？こそっと持ち帰りたいものをより目立つようなバージョンアップさせて持ち帰る人いない。だから持ち帰っちゃダメ。